チャオ、まひろです。まずは続きからやっていきます。で、マジカントから、スノーマンまで戻ってきました。で、次行くとこは多分このイッサの町に行かなきゃいけないと思うんだけど、イースターの街がどこにあるかわからんのよ。で、この外にいるさ、この人話す。修行中の預言者、あなたはこの駅から再びサンタクロースの駅に行くであろうって言ってるから、サンタクロース駅に行けばいいのかな、ちょっとわかんないけど、とりあえずそこに行ってみようと思います。サンタクロース、はい、まだ行ったことないね。どうやって行くんだろう。ここ通り越して一本道だったよね。でもここも通り越して、結構奥なんだな。サンタクロースっていうからスノーマンから結構近いかと思ってたんだけど、もしかして最初に乗ったところのさらに奥か戻ってるよねこれね。そうだよね、そうだよね。なの？え？あ、ここサンタクロースなんだ。こっちかもしかして。なんでこの先、壊れていけないってなんか誰かが言ってた気がするな。いや違うよね、ここはサンタクロースじゃないよね。多分この奥がサンタクロース駅なんじゃないの。あそこサンタクロースなの？サンタクロースって街だっけ？全然覚えてないわ。あれ？行けないな。上から行くのか？行けそうだね。ほんとヒントが少なくてさ、マジどこ行けばいいかわかんないよね。あー、こっちじゃない。この上でこっちかな。で、こう合ってんの？まあなんかあんまそこまで順番は関係。何？音楽変わったんだけど。は？なんだここ。あ、なんだこれ。ちょ、待って。グッズで地図。どこ行けばいいんだ。あ、違う、さっきの駅がサンタクロースステーションなんだ。へえ。右上んとこ行けばいいかな。黒い点ある。砂漠は敵出るのか。あ、骨調べらんないの。チェック、問題なし。話す。
死体に話しかけるなんて度胸のある子供だな。テレパシーは関係ない。何も起こらない。じゃあシカトしといていいのか。砂漠。いるぞ。そしてこれ何？てか敵出ないんだね。誰に話？違う、じゃあチェック。アドベント砂漠遊覧飛行はいかがかね。遊覧飛行、話す。わしは前の前の戦争の時にこの砂漠に地雷を埋めたんじゃ。全部掘り起こしたつもりだったが、どうしても一つだけ見つからん。気をつけてくれよ。はあ、怖すぎる。お、飛行機に乗るか。はい。飛行機に乗ってどうなるの？どのコースがいいかね。あんまお金ないから A コースでいいか。ではみんなの分で15ドルいただこうか。チケットの半券はなくさないようにな。すごいぞ。この半券を10枚貯めると戦車に乗れるのじゃ。嬉しそうじゃな、ははは。10枚。あ、勝手に動いてる？勝手に動いてるよ。結構広いね。これでなんか見て回れるって感じ？10枚。そう、戦車に乗んなきゃいけないのかな。なんか、なんだ今の、なんかあったな。木が枯れてる。会社チケットの半券10枚、持てないよな。あー、幽霊屋敷の鍵とか置いてくれよかったかな。1枚足りないかな。毒消し、ちょっとここ使っていこうか。何も起こらないけど、ちょっと枠を開けるために傷薬を、ロイドで、これで持てる1、6、7枚、持てるかな。毒消しももう一回使って、もう一個開けとこうか。これは問題なし。これか、これに乗れんの。なんかでもチェックできるわけじゃないな。話す。B コースとかも気になるけど、ちょっと全部やってみる。お金足りるよね。10枚貯めると、はいはいはい。 B コースはこっからさっき上に行ったけど、下に行くのかな。あー、まっすぐ行くのか。あんな建物行ったっけ。あ、これネスのうち。ネスじゃねえや、任天の家。ネスはね、マザー2の主人公の名前だわ。いいな、この飛行機めっちゃ便利じゃん。使いたい。なかなか遠くまで行ってくれたね。じゃあ C コースはもっと遠くに行ってくれんのかな。帰ってきた。話す。はい、 C コース。はい、これで多分溜まってない。じゃあ9枚か。これであともう一回乗らなきゃいけない。砂漠のさらに奥は何なんだろうな。あー、これか。
いずれ行くことになるであろう場所。あ、なんか街っぽいな、ここ。お、なんだ、ここは来てないんじゃないか。壊れた橋の奥だな、これ。よし、これで、チケットの半券が 1,2,3,4,5,6,7,8,9 枚だね。あと1回乗ってこようと思います。 A コースでいいね、もう。はい。え？ちょ、待って待って、なんで乗れなかったの。半券だけくれたんだ。ニシロヤ。8枚あるよね。9。あれ？なんで今乗んなかったの？ A コース。いや、持ちきれないようだな。あー、そういうことか。あと3枚だから、あと1個空きを作んなきゃいけないのか。じゃあロープいらないかな。はい。離す。 A コース。よし、これで戦車に乗れるけど、戦車に乗って何なのっていう話で。ここに行きゃいいのかな。よし、終わったね。で、話す。飛行機には乗らない。え、これ？話す、違う、チェック。え、乗れないけど、この人が乗せてくれるんじゃないの。はい、違う。え、グッズ、チケットの半券使う。おう、10枚貯まったのか。よしよし、戦車を貸してやろう。嬉しそうじゃな、ははは。お、お、あ、すげえ、乗れるようになったぞ。え、これ、お、降りたらもう一回10枚貯めなきゃいけないみたいな。降りれない、降りれないです。降りれない。どこ行けばいいの？右側のあの、なんか変なとこ行けばいいの？なんかないの？アイテム的な。この緑色のとこはいけないっぽい。なんかあと地雷に気をつけろとか言ってたよね。特になんか操作できるわけじゃないかな。なんか調べるみたいなね。動いてるだけっぽい。なんかないの？この砂漠なんもないの？あー？端っこまで来た？来たっぽいな。なんもないけど。真ん中走ってないからかな。いや、なんか端っこになんかないかなと思って。
なんもないね。うん、早いし楽だわこれ。でも別になんもねえな。お？いや、ないね。これ左端まで来た、もしかして来たっぽいな。じゃあこっち行ったら戻る。ん？あ、戻ってきた。あ？こっち、このままこの行ってみようか。あ、キーね。はいはいはい、これの奥か。うん、あ、これ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 乗ったまま行っていいの？入れない。なんだこいつ。は？戦う？え、絶対ボスでしょこれ。何これ、だって敵出なかったもんずっと。なんかめっちゃ強そう。ちょっと待って、ディフェンスアップしとこうか。ちょ、ガードで、ガード攻撃を跳ね返した。なんで？普通に戦っていいのか？間違った、なんで攻撃を跳ね返したの？戦う、普通に戦ってみようか。PK ビーム、あ、攻撃を跳ね返した。しかも220のダメージってやばくない？なんで45しか効かない。戦車砲ないそれ。あ、戦車に乗ってるから効かないのか。255ってやばいよね。戦車砲すげえぞ。57倒した。戦車壊れてしまった。これのための戦車だったのか。